うちの船と船員が欲しいと。なら飽きんどとして忠告しとくぜよ。企業買収したいなら。うらぁ、飽きつけるのはエオタンか。喧嘩止めるわしの身にもなれ。そりゃ目やんぜよ。それは困る。君を失うわけにはいかない。鋼突の中の時間軸はどこの世界からも隔絶されたもの。それは鋼突に飲み込まれたものがどの時間軸にも存在しないことを意味し、答えてあげるが世の情け。世界の平和を守るためにラブリーチャーミーな敵役。前方確認、アクセル全開。ランキングで抜かれることを気にする者も多くてね。こんな感じで人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。いやいや、面白い。学園を代表して君を歓迎するよ、春日新た。方々に根回しだ。島原で一体何の根回しをするつもりなのか。それはお前だけには決して知らされることのない掟だった。ワンダフォー、ゴーセルに続いて7つの大罪の3人に出会えるなんてハッピー。無名のまま死んでいった私にもし望みがあったとしたら、凌介さんの言う通りだ。全てを 100% コントロールできる自信がなきゃ、現場にしかわからねえ空気っつうもんもあるからな。良くも悪くもタイムアウトを取れば流れが一度切れる。いきなりいやいや言ってすまない。びっくりしてな、お前がいるから。でどうしたんだ坊。迷惑をございませんですが、自分海は白くであります。ゲストの皆様をお迎えするのはやはりプールで。増援を送ろうにも本国は戦略予備すら書いております。出る必要はない、ここはすでに外だ。キャンプファイヤー準備。俺は英雄だった。祖国を守ることが自分の天命だと信じて戦った。謙遜していたが、会長はまだまだ俺たちより強いよ。本人もかなり乗り気だしな。大人が子供に言うような当たり前のことを言ったんだ。だから何をしたかと問われれば、俺は当たり前のことをしたまでだ。あはははははは。